こんにちは、かおりです。今日は眠れなくても OK というテーマでお話ししてみたいと思います。はい、最近ね、私はね、一つのね、大きなね、山を越えたっていうかね、まあ一つ克服できたものがねあります。それは眠れなくても苦にしないようになったっていうね。はい、それはいついかなる時にもこの周波数をマックマックス上げておきたい。はい、ゼロポイントフィールドの周波数と自分をこう適合させるという試みを始めてからですね。はい、これをね、意識して始めたのは今月初めくらいで、まあ、かれこれね、まあ、1ヶ月過ぎようとしているのですが、その試みの中でね、思いがけずに克服できたのが眠れなくても、まあ、悩まないっていうかね、苦にしないようになった自分がいる。で、私はね、まあ、ある時っていうかね、あるタイミングで、ああ、寝つけないっていう夜が今までこう、定期的にやってきたんですね。で、その瞬間が始まると、ああ、明日いろいろと予定があるのに、こなせないとか、ぼーっとした頭で、翌日過ごさなくてはいけないのかなと思う、その憂鬱感とね。はい、あとは、眠れない夜に限って、なんかこう、道路をね、爆音を上げて、走っていくオートバイとかが現れるわけですよね。で、ますます、眠れない状況になって、わーとか思い始めると、まあ、ほぼ眠れないみたいだね。もううっすらと眠ったのが3、4時間かなくらいな、こう最悪な眠りになってしまうことが、時々あったのですが、まあ、常にね、周波数を上げておくことを意識するとともに、私のね、整体の師匠の言葉を、思い出しました。はい、それは、その先生は眠れない時があると、あ、ラッキー、ここでなんかいろいろ考えることができるな、と、転換するそうです。まあ、転換っていうかもうその先生は、普通にそれができてしまうのかね。で、その先生の話は聞いていたのですが、私は無理だよと思ってました。はい、だけど、その周波数を上げる試みをしていると、あれ、これ先生の言う通りじゃないかなってね。ある時、こう、ふと自然に思えて、あ、そうか、眠れなければ、こう、あれこれね、考えればいいじゃん。明日の動画どうやって作ろうかなとか、このシーンをどうやって、学ぼうかなとかね。あ、そういえば考えることいろいろあるよね。で、その考える時間を、あ、楽しめばいいんじゃんみたいにね、普通に思えて、以前はね、そんな寝る前にいろいろ考えたらますます眠れなくなっちゃうじゃんという、もう不安しか感じなかった日々が、すごくね、楽になりました。で、驚いたことにね、別に眠れなくても OK っていうか、その時はその時でいろいろ楽しいことを考えようと、そう考え始めてからね、爆音で走るオートバイがね、すごい減ったんですよね。あれ最近全然来ないなってくらい、その人がね、来ない。ってことは、私は、その爆音で走るオートバイがいる世界、そのパラレルワールドに、以前はいた。で、今は、その世界から、別の世界にね、移行できたのかなっていうことはね、一つは、そういうこと、あるんだなっていうね。はい、あとはね、一昨日くらいね、すごく驚いたっていうかね、思いがけない結果になったのが、また、眠れない夜がやってきました。まあ、寝つけない夜ですね。で、あ、でも、いいや、別に眠れない日があったってね、まあ、楽しいこと考えようと思って切り替えました。で、その、ほぼ直後にね、寝てました。で、あれ、私、もう眠れないって覚悟してたのに、あれからなんかストンと寝ちゃったなと翌朝気づいて、なので翌日はね、すっきり眠れた日になりました。ぼーっとしてるとか、ああね、足りなかったってこともなく、普通にね、
爽やかに過ごせた一日で、これがね、私の、新境地って感じですね。今までどうにも至れなかった境地っていうかね、これもね、周波数を変えることによって移動したパラレルワールドがね、今までとはね、違うパラレルワールド、なんだろう、眠れなくても気にしないっていうかね、すべてをね、苦にしないっていうね、はい、何が起きても、どんなに凹みそうになっても、こう、めいることが起きても、もうその出来事の別の角度から見るっていうね、別の角度から周波数を上げて見ることのできる側面っていうのがね、どんな出来事の中にも含まれている。はい。だからダイヤモンドがこう、カットされてますよね。いろんな側面でね。はい。で、どのカットの部分から見るか、はい。出来事とか、その時のモードとかね。で、今もね、なんかいつの間にか落ち込んでるなってね。時がありますね。でもね、少しずつね、落ち込みの入り口にいる自分に気づくっていうね。はい。気づくね、時間がね、早くなってきた感じがします。だから、どーんと落ち込みすぎちゃうと、そっからまたこう、どんどんネガティブなことを考え始める。そこが、落ち込みの底としたら、ボトムまで行く前に、入り口の方で、なんか坂道、ちょっと転げ落ちかけてますよってところで、そこ行っちゃダメみたいなね。はい。だからバランスを崩しかけている時にね、ふっとこうね、軸に戻るっていう感覚が、それがね、体験的にね、少し分かってきた感じです。で、その軸っていうのは、周波数がマックス高いゼロポイントフィールドのことで、そのゼロポイントにね、戻れているかどうかはよく分からないのですが、大切なことは、周波数がマックス高いゼロポイントに戻ろうとする気持ち、はい、そこに戻ろう、そこが私の軸なんだという、思いをね、強めることによって、実際ね、眠れないことが苦でなくなり、変な物事もしなくなり、で、楽しいこと考えようと思っていたら、寝落ちしていたとかね、ちょっとね、以前の自分とね、違う周波数帯に、移行できているなーっていうね。はい。そんなことを今日はお話ししてみたかったです。はい。最後までご視聴いただき、アンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。